アンソニー・ビトレッカーは、アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、リーハイグンア,アレンタウン出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB アリゾナダイヤモンドバックス参加所属。2005年の MLB ドラフト18巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。この当時は、一類種だった。2011年8月25日の、ニューヨークヤンキース戦で7番、保守で、 先発出場してメジャーデビューを果たす。この試合はヤンキースが1試合3本の満塁本塁打のメジャー記録を作った試合だった。2012年8月27日にブレイクラリトのトレードでシカゴカブスへ移籍した。10月24日にディーフとなった。2012年10月25日にウェーバー工事を経てニューヨークメッツへ移籍した。 2015年11月5日に40人枠から外れトリプル A 級ラスベガスに降格した。翌6日に FA となった。なお、この年は32試合でプレーしたが、打率125.2本類打、5打点という成績に終わり、打撃不振だった。守備も不振で DRS6、盗 DR 塁阻止率9%だった。 2015年1月27日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった2016年の開幕は参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズで迎えた2016年5月9日に金銭トレードでアトランタ・ブレイブスへ移籍し参加のトリプル A 級 グーインネットブレーブスへ配属された。7月15日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ブレーブス合流後は控え保守として33試合に出場し、キャリアハイの打率278.2本塁が15打点、こちらもキャリアハイのオプス0.828と打撃好調を維持した。守備面では28試合で守りについて1失策、守備率、 995と堅実ながら DRS はマイナス7と平均を大きく下回った。なお、マイナーではインディアンズ参加とブレーブス参加で計59試合に出場し、打率244.8本塁が28打点1盗塁を記録。マイナーのディフェンス面では46試合のキャッチャー守備で4失策、守備率989、 投類阻止率17%と、いまいちだった。また、2試合で一塁手も守った。2017年5月20日に、リーフ、23日に、AAA 級グイネットへ配属された。7月21日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。2017年7月24日に、バスカーイの後のトレードで、ハイメガルシア、 金銭10万ドルと共にミネソタツインズに移籍した。7月27日に参加の AA、A、級ロチェスターレッドウィングスへ配属され、翌28日に10月10日に FA となった。2018年3月5日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。